ということで、このカメラにお越しいただきました。こちらモナルチャンネルのマサです。モナモナ、よろしくお願いします。ありがとうございます。モナさん、ありがとうございます。5万人おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。共に、はい。で、最近ね、やっぱ自分たちのちょっとカーブ、まあそれの追ってモナルさんもちょっとスライダーを教わってましたね。教わってました。まあこの流れに乗るしかないな。まあということで、時代はやっぱ変化球なんですね。変化球ですね、今。そうですね。で、今日はまあ自分たちカーブやったので、でそのスライダーを今度は自分たちが教わろうかなっていう。教わりたい。確かにあれはもう習得したと言っても過言ではないですけど。おお、間違いない。もうあれは自分のものになりました。じゃあここからまさかお願いします。なんでねえよ。投げれねえじゃねえよ。はい、ということで僕らが教えると。はい、まあ握りとか投げ方はね、あのまんま伝えればいい。確かに曲がるかどうかはもうご本人次第。面白い。任せたということで、では早速やっていきましょう。よいしょ。はい、握りはですね、握り、はい、ここをこれ右ピッチャーの場合、こっち側のここの外側に、あ、ボールのこの内側に人差し指の外側をかけるんですよ。人差し指、はい、人差し指パターンですね、はい。で、この次が重要なんですけど、親指をこのボールのマークぐらい横に置くんですね。おお、だから握りとしては正面から見るとこんな感じ。結構よ、普通だったらまあこうとか親指下の方に置くと思うんですけど、こう横に置くと結構わしづかみみたいな感じ。そうそうす。で、めちゃくちゃここも隙間ないぐらい深く握ってください。深く、うん。で、中指の位置はそんなに重要じゃないんで、まあ添える程度、うん、こんな感じですね。こんな感じで、思いっきりなんかあれなんだよね、ドアノブってみんなこう持たないでこう持つでしょって言われたんだよ。これなんか、うん、ダルビッシュさんとか菅野さんめっちゃ言ってるらしいよ、うんうん、こっちの方が手首の曲がる可動域が広がるらしくて、だから親指がこの位置らしいです。本当にドアノブみたいな感じで、こういう感じでキュッキュッと。確かにドアノブってこうやって逃げるもんね。それは癖が強い。フォーク練習中の方向球児じゃねえ。ただこれ小中学生やっちゃうと肘とか痛めるかもしれないって言われたんで、まあ、まあくまでちょっとこれは多分、まあ、草野球人向けなのかもしれないですけど、まあ、大人かね、うん、大人か、まあ、でまあここでこういう感じで人差し指とほぼ親指でグッと。そうで、これもまあカーブ同様なんですけど、リリースをとにかく前で、前じゃないと浮いちゃうんで、はい。で、思いっきりあとはグッと曲がれと。はい、はい、それでは投げてみます。いきます。じゃあちょっと頑張って投げます。はい、実践お願いします。はい、あ、おー、いい、速い、速い。確かに球が速い。確かにこれね、やっぱスライダーなんで結構人によってはストレートとほぼ変わらないスピードで投げられると思う。あー、なるほど。高速スライダー、おー、おー、いい、切れてる。じゃあ普通だったら振るはずだけど、おー、いい、すげえ。なんか怖いって、そうそうそうなんです、真ん中ら辺から真ん中でクッてクッて。じゃあストレートで、ストレート、おお。球が速い。じゃあ次スライダーです。スライダー、おお。スピードは落ちるんですけど、多分ストレート、バッター的にはあ、ストレートって思うんで、その点でやっぱ投げられると有効なのかなと思います。いざ実践、いきます。お願いします。こうですね、これで投げていきます。じゃあ鬼面いきます。よいしょ、はい、うわ、もうつけてくれ、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐとの違いで、まっすぐとの違い、おお、全然違う、いいね、今の感じでスライダーいきます。スライダー、スライダー、やっちゃうか、本当にだから10分も練習しないで曲がってるんで、結構簡単に曲がりますね、これ。これあれですね、本当に横のスライダーって感じなんで、横滑り。よし、ラスト。はい。おー、いいねー。よっ、はい、おー、
おお。いいっすね、横に曲がりますね、あんまりボールが暴れてる、暴れてる、ね、本当にすぐ投げれたんで、誰でも投げれる感じしますね、これは。はい、ということで、スライダー終わりました。はい、いやめちゃめちゃ曲がってましたよ。めちゃめちゃすごいよ。いいね、本当に、教わってから5分、10分、うん、そうだ、すぐだったね。すぐ曲がったんでね。いや、本当に使えるスライダーですね、これは。お、使える。使いますね、と思います。横の曲がりがすごい、うん、横幅が大きい、うん、そう、横幅が大きくて本当にボールが生きてる、うん、おーボール上がるんだみたいな。そうだ、カーブと結構その差があったね、あのタイプのあのカーブとスライダーは全然違う。確かに縦と横で全然違うかもしれない。だから使い分けできると思う。使い分けできる、かっこいいですね。はい、では今回はこれもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ボナールさんのチャンネルリンク概要欄からでチェックお願いします。お願いします。それではプレゼントコーナーいってみよう。今週のプレゼントこちらになります。はい、こちらのフィールドフォースの油もみ加工済みの格子オールラウンドですね。はい、こちらのグローブを1名様にプレゼントします。1名様です。1名様です。応募方法はチャンネル登録をして動画の感想かこちらを書いてください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、そしてこちらのプレゼント欲しいよって方はぜひコメントにプレゼント欲しいよってコメントお願いします。お願いします。そしてまだ応募期間中のプレゼントもありますので、そちらもチェックお願いします。お願いします。この後は次回予告。ノックリクナノック、よろしくお願いします。はい、よいしょ、よいしょ、はい、どうもお願いします。はい、よいしょ、おい、スカさん、毎日18時更新、毎週視聴者プレゼント、ベースボールタウン公式チャンネル、ベース